Hazard 6. Yes. We're all right. Understood. I'll make sure. We'll be there soon. What did he say? He gave me the rendezvous coordinates. It's close.飛ばしながらねやってるんですが、まあ、ここからねバイクから逃げたらダメだ逃げたら追っ手に捕まってヘリで撃ち抜かれて終わっちゃうじゃなくって、そうじゃないバイクで逃げながらヘリに最終的に戦うっていうパートなんですけど、これねどう考えても今ね読む暇ないんだよね。さっき壁にぶつかりまくってて、普通の人ならもうすぐにカーツの法則とか関係なく父にもぶち抜かれて死んでるよねっていう、そんなところですね。なんだけど、まあ、ギリ生きてるってことでね、なんとかやっていきましょうよ。はい。ということで、ちょっととりあえず、落ち着くまでは、これスローだけど、あれ撃ってくるの、シェリーが。あ、そうか、シェリーは自分で操作してないから、全然、あれなんで動いてくれないんだね。いや、でも、絶対今、あれだね、ジェイク、背中に全集中してるよね。バイクって乗ったことないけど、こういうことができるんだったら、ちょっとバイク乗ってみたいなっていう気持ちは正直ある。まあ、クリスの車よりは楽なんじゃないかな。まあ、クリスの車もね、一発で行くことができたから、まあまあ、普通にやればクリアできるんだぜ。OK。でこういう急カーブなんかもね、自動でやってくれるからね、すごい助かる。ただね、このアクセルとブレーキのね、感じがね、すげえ難しいんだよね。あっち、あっち。避けながら、避けながらごめんなさい、早速やらかした。もうちょっと、すぐリベンジ、即リベンジ。ごめんなさい。全然人生相談始まんないよね。ごめんね、待ってね。はい。ちょっと、ここは集中しないと、全集中しないと。もう全集中とかもネタ古いよね、なんかね。だって、去年、一昨年の話だもんね、その、秘密の刃が盛り上がってたのって。まあ、今もなんかね、やってるのかもしれないけど。あと、ちなみに皆さん今気づきました。僕が、ボーンってぶつかった車と、実際にムービーになったシーンの車が、普通の乗用車からトラックに変わってたって気づきました。で、ダメじゃんっていうね。いやバレバレだからってね。だけどじゃあシェリーが捕まってるんで、あの高さからでも落ちてもね、もっと高いところから雪山で落ちたってね、全然でもあいけたいけたあるから、多分シェリーあそこから落ちても普通に骨折一本ですね。しかもすぐに怪我が治るっていうね話になるんじゃないかなと思うけど、だいたいこんだけ竹がバカバカ落ちてきたら普通はねタイヤでボッコボコの引っかかるよね。いやー痛えよな。まあバイオシックスね、こうなんていうんだろう、まあ銃撃戦とかそういうのはまだいいけど、こういうアクション性までやってきてたらもう完全に別ゲーだからね。だからこういうところが結構ねバイオシックスの中でも土俵になってしまった原因なんじゃないかなと思うけどね。はい、じゃあ、ここアクションコマ押せてない、また引かれた。そう、あのね、バイオシックスをやってる実況者さんの中でも、やっぱりね、バイオが大好きって人結構たくさんいて、その中で、このね、QT の難しさっていうのが、バイオに全くもっていらないっていう話が結構ね、やっぱ喋ってる人多かった。マジで。僕もそれは思う。全然いらないよね。じゃあ、最後ね、ガソリンを打って、もう全然自分がやってないから、シリーが勝手にやってくれてるんで、はい、ドーン。これでね、なんかね、爆発してね、ヘリがね、なんともなく、その飛んでいくっていうのがすごいよね、っていうのがね。
じゃあこれで、あ、まだ続くんだ。あれまだあったっけ、長えな結構。あ、そっかそっか、ハイウェイに逃げるんだった。そういえばやべえな、全然質問を読む暇がねえ。うん、とりあえず飛びます。あー、でこれまたあれだ、来るから多分同じ QT のコマンドが来るんじゃないかな。やっぱり OK、 セーフ。もう一直線しかないんで、これで逃がすっていうね。君たちも使い捨てなんだからさ、ヘリでそのまま入り口塞いじゃったらもう絶対 確実に確保できたと思うんだけどな。これはどうなんだろう、今どういう命令が出てるのかな。確保しなさいっていう命令が出ているのか、それとも捕まえなさいっていう命令が、あ、確保と捕まえないでしょうかね、殺しなさいっていう命令が出てるのかだよね。殺しなさいだったとしたらね、うん、合流の話がシモンズから出てくるはずもないから、どうなんだろうな。はい、あー、まだか、結構長いな。こんなにあったっけこのパート。そっか、全然覚えてなかった。あっちあっちね、攻撃したら火炎瓶っていうところがなんかちょっと可愛げはあるよね。まあこういう状況だからね、もう全然、あ、そっか、え、これでもまだあれも落ちてきてないもんね。なんだっけ、Cウイルスのミサイルが落ちてきてないから、まあまあまあ地味にやっていくっていう感じだよね。あれ？ゾンビっていつ出てきたっけ？あ、そかそかそか、レポティッツァが落ちるシーンがあったのせいのね。うん、そういうのもあってだったな。オッケー、じゃあ、もうそろそろ終わるじゃなくて、なんか、無茶しやがるぜとかって、なんかジェイクのセリフがあったと思うんだけど、うん。ね、まあ、こういう時にね、無茶しやがる、ね。雑談力ってすごい試されるけど、結局なんかほぼほぼ実況みたいになってるけどね。特製手離すんじゃねえぞってね。じゃあ飛んでもらいましょうか。トゥー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 。これで普通はあの高さから落ちてバイクボーンってなって死ぬと思うんですけどね。はい、じゃあね、霧のいい感じのところで行けたんで、ムービーに入ったんでね、この隙にね、さっとね、質問をね、読んでいこうと思います。お待たせしました。はい、じゃあ行こうか。はい、最近やりたいことがなく、人生行き詰まっている感じです。何をするにしてもめんどくさいと感じてしまい、寝ている時間が一番幸せです。何かやる気を出すためにどんなことをしたらいいでしょうか？はい、ありがとうございます。いや、もうやる気なんて勝手に湧いて出てくるもんなんですよ。だから、なんか出てきたらやろうっていうくらいで、なんか無理やり出さなきゃ出さなきゃっていうふうに思わなくて全然いいと思うんですよね、ゴリラ登場。と思いますよ。全然出す必要ない。だって、なんかやろうと思うことが出てきたら自然となんか体を動かすし、そのためになんか調べ事やったりとか、仲間誘ったりとか、アクションを起こしたりとかって多分やってると思うんですよ。で、今はその、寝るっていうことが一番やる気の起こることだからとにかく寝てるんですよ。で、だからな、飽きっぽいつもりなんですよね。だから、いろいろやりたいこととか、やらなきゃいけないなと思うことって移ろっていくんで、寝るっていうことに飽きたら、その一日の中でももうそろそろ寝なくてもいいかなと思ったら、お次の行動を移すし、その寝るのが趣味で、だから毎日ね、寝る時間が長いとかっていう人に関しても、だから寝るよりも、なんか遊びに行った方がいいなとか、本を読んだ方がいいなとか、スマホいじってる方がいいなとか、ゲームしようかなとか、料理しようかなとかって、ね、いろいろとこう出てくるんですよ。次にこれやりたいな、あれやりたいなっていうのが。それがやる気なわけなんですよね。で、あなたがその、やる気出してやりたいことって何なのかっていうのが多分ないからやる気出ない。とりあえず寝た方がいいっていうことにやる気が出てるわけなんですよ。だから、これやりたいな、あれやりたいな。とかこれをやらなきゃいけないなって思うその行動の源になる分っていうのをがまあパッと出てこない、1回にはまあしばらく寝てるっていう行為が一番やる気でずっとやってるんじゃないかなと思うんですよね。でしかももう一個言えるのは、これはもうなんかその気持ちの問題とかじゃなくて、寒いもん、寒いさ、冬でさ、なんか外に布団の外出てさ、ベッドの外出てさ、何かやるとかってか、もう行動起こすってもうバカじゃん。もう寒いんだから、布団なんかくるまってぬくぬくしてるのが一番幸せの時期よこれ。それをなんか無理やりなんか別のことやってとかって、もうやんなくていい、やんなくていい、そんなこともういらない、いらない、もう寒いから布団の中にこもってるっていうのが一番いい、一番もうなんか今やりたいことの原動力になってると思うから、寒い、つまり布団に入るね、それでいいと思うよ。人生なんてさ、やる気がしたからなんとかなるってもんじゃなくてさ、結局は
運と実力とタイミングの世界なんだからさ、何かって。だから、なんだろうな、やる気出してる、やる気があるなっていう風に見える人たちって、成功者の人たちってなんかやる気に満ち溢れてる気がします、気がするじゃないですか。なんか、めちゃめちゃ駆け回って、寝る間も惜しんで、いろんなところメディア出たりとか、なんか、ビジネスに関わるようなことやってて、金持って、みたいなって。結構あるけど、でもそういう人たちって結構目立ってるっていうだけで、やる気がその人たちと同じように出さなきゃいけないかって言ったら、もちろんその社会的成功したいっていうんだったら模倣して、そういう人たちと同じように行動を取らないといけないけど、別にそうじゃないんだな。全然ね、成功を社会的にその、社会的客観的に見て成功だって言われるような人たちと同じような地位になりたいっていうわけじゃなかったら、全然そんなことする必要ないからね、マジで。うん。だから、まあ、やる気は自然と振って湧いて出てくるものだと思いますんで、まあ、そうなったらそうなってラッキーが見たと思って、見られるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ、すいません。今ね、質問に答えながらチラッと見ると、すごいシンプルな質問が来てましたんで、それにお答えしたいと思います。はい。今、何が食べたいですかっていうことですね。もう食べたいのめちゃくちゃある。マジで。うん。なんかね、筋トレを始めました。で、節約もした方がいいなと思って、今ね、お昼ご飯を、そのブロッコリーと鶏胸肉だけ、まあまあまあ、その他の野菜とか、その他のお肉とかっていうのは、まあ、安ければ、まとめて買うっていうことをやってるんで、まあ、ブロッコリーと鶏胸肉を主体に、食べたりしてるんですけど、だからね、なんだろうな、もうちょっとね、ジャンクな感じのものが食べたいし、まあ、その食べたいもの出てもラインナップしたら切れないよ。だってシンプルに寿司でしょ、焼肉でしょ、で、パスタの、できれば、カルボナーラと、あと、カルボナーラとジェノベーゼと、で、あと魚介のやつ、あ、名前なんだったっけ、ど忘れしちゃったな、うん、とかだし、唐揚げも食べたいし、あとね、広島焼き。まあ僕はお好み焼きだと思ってるんだけど、広島焼きのことが大阪焼きだろって思って、まあそれはどうでもいいか。もう食べたいし、あとなんだろうな。ああ、そうそう。いちごが結構今食べたいかもしれない。だからね、やっぱお肌を整えるのに、ベリー系を食べるのがいいっていう話で、ね、ストロベリーとかね、ブルーベリーとか、まあそういうベリー系を食べるのがいいって言われてるんで、そういうやっぱり食からお肌を整えていくっていうので、ベリー系食べたいなっていうね、もう、そういう栄養のこと考えるとね、なんか好きで食べたいとかって思うものが、なんかなかなかね、調整は効かなくなってくるんで、まあ、いろいろ食べたいものがある中で、もうなんか体重のこととか健康のこととかっていうのをもう気にしないでいいんだったら、もうとにかく寿司バク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 食いたいよね。まあ食べたいものっていう話で言ったらそんなところになってくるかなかね。ここで区切るかな、ちょっとまあでもヘリ墜落させるところまではやっといた方がいいかね。そうね。あ、そうそう。まあ、このご質問者さんがとかって関係なく、まあ、僕と同じくらいの世代、30前後の人たちに、まあ、継ぐっていうところ。まあ、30前後の人はもう遅いか。20代前半の子。20代前半から、まあ、25、6くらいの子に、ぜひちょっと聞いてほしいんですけど、これでビュッフェ行ったんですよ。ビュッフェ、嫁さんとか、娘と行ってね。で、まあ、食べ放題を食べまくって、もうなんか8切れんばかりの、でも、この日ばかりはもうジャンクですよ。もういろんなもの食べまくって、ワッフルも食ったし、ソフトクリームも食ったし、っていうので、とにかく腹8切れんばかりの料理をバクバクバクを食べたんですよ。で、これまで、そのお腹8切れんばかりの料理食ったとしても、やっぱり2、3時間後には、なんか意外とバイキング食べてお腹パンパンになった後の方が、お腹空いてるなーっていう、お腹すくスピード早いなーと思うんですよ。多分、胃がフル回転するから、消化めちゃくちゃ早くして、で、胃の中カラッカラになるから、2、3時間でっていうのがあると思うんですけど、
あのね、これだけ見てた時はね、もう全くそんなことがなくて、もう晩ご飯もほとんどいらないっていう状態で、もうご飯とおかず1品くらいっていうような状態だったし、次の日の朝まで本当に何もいらないと、もう飲み物飲むのも結構きつかったっていうくらい、お腹パンパンになっちゃって、だからね、まあ、あの油もんも結構食ったっていうのもあるから、なんだろう、ついにその、いや、まだまだね、心は若者のつもりでいるから、まあ20代なんで若いんですけど、うん、心は若者のつもりでいるから、でその食べても全然へっちゃらやろ思ってたんですけど、いやーダメやったね。だから20代前半とかまだまだ若い人とかに関しては、食える時に食いたいものいっぱい食っといた方がいいと、まあ、それが例えばボディービルダーとかね、フィジークの選手とかで、あの体、ね、調整しなきゃいけないとか、まあスポーツ選手とかで調整しなきゃいけないとかっていう人だったら、どっちかというとそっちの選手生命とかの方が大事なんで、そういうバランスを取れる必要はありますけど、そうじゃない、もう一般の方からしたら、もうね、食える時に食いたいものを食いまくるっていうね、人生送ってた方が絶対いい。あの、僕はそれでなんかビュッフェ行って言えばこんなしんどい思いするんやって思ったら、なんかね、別に僕なんかの大会に出るためにも筋トレをしているとかそんなわけじゃなかったから、もっとね、食える時に食いたいものを食っとけばよかったかなっていうちょっとした後悔がある。まあ、それがもしかしたらその日の体調がたまたま悪くって食えなかったっていう可能性はあるんで、まあ、それは別にいいかなと思うけど、そうじゃなくて、お前のステータスこれだぜっていう話だったとしたら相当きついなと思ったんで、まあちょっとまたね、いろいろと考えなきゃいけないなっていう、だいぶショッキングだったな。いや、食えるもんが食えなくなるってこんなにショックなんだってね。あの、職場にその50歳くらいのね、あの先輩がいるけど、いや、あのブルホッシャブルホッシャ食いたい時にな、食えるもん食っとかんとね、きついよって、もう油もんとかほんと食えなくなるからって、いや、そうなんすねっつって、ありがとうございますとか言いながら、本当に食えなくなったっていうのを実感した時に、いや、まじで忠告をもっと重く受け止めておくべきだったっていうね、大後悔があった。これは本当にね、思うな。でも年取ることで、まあいろいろとね、当たり前のようにできてるって思ったことがどん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 できなくなっていく、まあ、もちろんその逆もあって、できないなって思ってたことが、賢くなることでできるようになったりとかって、そういうやっぱり逆転もあるんで、まあ、やっぱり人間ってなんかできるキャパってちゃんと決まってんだなって思いましたね。その営業とかをしてて、若い時に絶対出なかったようなヒアリングとかトークとかっていうのが今はもうスッと出てくるし、今言ったように若い時にはちゃんと食えてたものが食えなくなってとかっていうのがあるんで、人間のそのキャパっていうのは、例えば80のことができますとかだったら、やっぱり20代の時にできる80のこと、30代にできる時の80っていうのは、その30代になってできることプラス20は増えるけど、20代の時にできた、ま、あの20が30代でできなくなって、プラマイ20、プラマイ0、要は20足すマイナス20になって、プラマイ0で80のことができるだけみたいなね。いや、なんか、から人間ってうまくできてんなと思ったけどね、本当に。まあ、だから、いずれ今できていることっていうのが、年を食っていくことで、まあその、20、40、60ってどんどんできること減っていく分、まあまあもちろん、あの、できなかったことっていうのができるようになっていくんですけど、それやっぱできることができなくなるっていうことが、あの、起こってしまう前に、まあやれることっていうのが、若いうちにこれはやっといた方がいいかなとか、やれるなって思うことは、もうガンガンね、やってもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ、ごめんなさい。長くなりましたが、ムービーも終わりましたら、このパート終了としたいというふうに思います。ということで、ね、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。バイバイ。